総括ということではないので、いつも、お題の一と二を私なりの一熟成として私はこう考えましたという発表を総括に返させていただいてますが、お題の一の煩悩でございますが、今日寝坊しましたというのも煩悩ですけれども、一応煩悩辞書で聞きましたら、まあ、さっき欲と煩悩は何が違うかという話がありましたけど、まあ、自分を惑わすというか、まあ、苦しい欲望、自分を苦しめる欲望が煩悩で、まあ、さっきね、こちらのチームの、ヤカちゃんが言ってましたけど、煩悩悪くないんじゃないかという、それは煩悩じゃなくて欲望であったり、まあ、もしくはアドラー心理学の言葉でいけば、優越という言葉になったり、もしくは劣等感という言葉になるかもしれませんが、優れた人間になりたいという気持ち、もしくは劣っているところを何とかしたい、劣等を保障するというふうにアドラーは言いますけど、どちらもまさに赤ちゃんが言ってくれた通り素晴らしいことで、使いようなわけでございまして悪くはない。ただそれが自分を苦しめると煩悩になるということでございます。自分を苦しめる煩悩にはまあ3つあるというふうになんか仏教では言うらしいんで、それもネットで調べただけなんですけど、まあ、一つはむさぼりですね、貪欲さ、自分だけが生まれないっていうむさぼりと、あとは何やったかな、真理というらしいですが、要は怒りですね、怒り。で3つ目が、これは、まあ、その言葉の愚痴、文句言うこと、不平不満、この3つだそうでございます、まあ、この3つは自分を、嫌な思いにさせる欲望だそうでございます。まあ、考えてみれば自分の、まあ、仕事を通じて本を書いたり喋ったりすることもこの3つを何とか減らして自分が楽になりたいなということをやってきて、で気づいたことを皆さんに伝えていることをずっと仕事にしているなと思います。一番最初に取り組んだのが愚痴でございまして、私の初期の本を読んでいただくということが分かるんですが、繰り返し繰り返し出てくる言葉が他責をやめて自責になろうって、そればっかりでした。まあ、私にとって一番大きな気づきだったんですね、初期の。つまり人のせいにするのをやめて、でもそれは自分が作ってるんだから自分が変わればいいじゃないか、人のせいにするのやめようぜ、そうした方がはるかに楽だよ、なぜなら人を変えることはできないから、これを繰り返し繰り返していろんなことに書いてました。まあ、愚痴を言うのをやめましょうっていうのが私の第一のテーマだったんだな、あ、これは煩悩を捨てる一つ目だったんだなというふうに思いました。二つ目が怒りです。まあ、これも実はその、まあ、自責他責と近いんですけど、結局まあよそ向いてると怒ってくるんですけども、中向いてくると自分に怒ってもしょうがないんで、まあその真に怒りを消していくというか、まあそんなような話も自分は取り組んできたんだなと。で実は3つ目のむさぼり、まあ、自分だけ良ければいいというわがままな気持ち、これはまだ全然消えてなくて、もしかしたらやっぱりずっと一番大きなテーマであって、煩悩の最大のものがやっぱむさぼりなんじゃないかなと。世のため人のためと言いながらでも、その実はむさぼりだったり、これむさぼりって最初からむさぼりの仮面してなくて、世のため人のためというすごい綺麗な仮面をつけたむさぼりがいっぱいあって、それにやっぱり気づくたびに、まあ、自分で情けなくなるわけですから、ただむさぼりをなんとかしたいと言って必死に取り組んだ10号目のうちの第1号目ぐらいな感じが今の私なのかなと思います。例えばこうやって人間塾もそうなんですけども、人間塾は当然としては私が最初にやろうって声かけてきた私ですから、まあそうなんですけど、まあ、こういう仕事をしてるといろんな方に呼んでいただいて、アーティに来てくださいとか、会をやるんでスピーチしてくださいとか、結婚式に来てくれませんかとか言っていただけるのはありがたいことなので、なんとかお力になろうと思ってこう誰かの役に立とうと思って行くわけですよ。でも行くとですね、先生先生って言ってくれてですね、喜んでくれて、小倉さん来てくれましたって言われるとですね、嬉しいわけですよ。承認欲求が満たされて、で自分なりに仕事ほっぱらかして誰かのために来たつもりで喋って帰るけど、実はそれって誰かのためのふりをした自分の欲求を満たしていることであることに気づくわけです。まあ、結局むさぼりやないかということなんですね。まあそんなことないと、まあじゃあやらなきゃいけないかどうなんだとかいろいろ考えるんですけど、まあむさぼり15目の1号目だなで、これは生涯かけてこう追求していくテーマであり、本当にその善人の仮面をかけてやってくるんで、自分で気づかないですからね、むさぼりはね、誰かのためだと言いながら自分のためだったりすることが多いので、まあそんなこんなだなというふうに、まあ、私の煩悩今
つ目のむさぼり第1号目頑張りたいなと、減らしたいなと、ゼロにはならないのかもしれないけど減らしたいなと思います。でさっき言ったその煩悩は善人の仮面をかぶってやってくるってやつですけど、ではこれってそれに気づくことがすごく大事で、気づかなかったんですよね。誰かのためだと思って善人のつもりでやってて、でも実は自分のためのむさぼりだったってことがいっぱいあってですね、周りに。それこそ部下を育てるっていうのも善人の仮面をかぶってますから、お前のためだって言ってますけど、ほとんど自分のためなんですね。自分がいい成績上げたい、会社の売り上げ上げたい、自分の給料上げたい、もしくは部下を育てたら自己満足に浸りたい、もしくは自分の正当性を主張して相手に押し込めたい、全部自分のためなんですけど、むさぼりなんですけど、でも善人の仮面をかぶけて、あなたのために言ってるんだよって言っちゃう、こんなことだらけですよね。でそういって何かというと、結局、まあ、ソクラテスの言う無知の知だなという、つまり自分はいかに知らないかを知ることだと、いかに自分が足りてないかを知ることだということであり、それはまさに今日の、まあ、第二番目の問いである他力なんじゃないかなというふうに思うわけです。ちょっと私も図を描いてみたいんですけれどもこの今部長公表ここまで消していつか終わったんで、はい、大丈夫ですか。はい、ありがとうございます。なんかだんだん図解人間センサーのせいですよ。すみません、ね、これ私の責任と言いますけどあなたのせいですよ。私はこう捉えましてですね、もともとコンサルタントなんでこういうのよくやってたんですけど、好きなんですけど、自力があります、他力がありますと。じゃあ自力って何かというと、因縁という言葉がありますが、仏教の言葉で因縁をつけると言いますけど、因っていうのは自分ですね、自分から直接働きかける行動ですよね、まあ、主たる原因ですよね。例えば勉強して大学受かったって言ったら勉強するっていうのがいいんですよね。だから勉強したら必ず大学行くから、そうではないわけですよね。縁があるわけで、いろんなことがあるんですね。周りに恵まれた先生が偶然つくとか、残念な先生がつくとか、お母さんが突然病気になるとか、自分が倒れるとか、何が起きるかわからないから縁が常にあるわけで、あらゆることは因と縁の2つで生じるから因縁ですよね。自力って何かというと因の方がでかいと思うんですよね。因っていうのは自分ですから、要は自分の力で何とかなるっていう状況が自分、こういう思い込みだと思うんですね。他力ってのは因よりはるかに縁がでかいと、自分の力なんかちっぽけなんだと、はるかに周りのね素晴らしい先生に恵まれた、ね、優しいお父さんに恵まれた、もしくは逆に厳しいお父さんに恵まれた、もしくは貧乏で生まれたおかげで勉強できたと、縁の方がはるかにでかいと思うのが他力。まあ、この「歎異抄」というか浄土真宗はこの自力を捨てて他力で発想することで浄土に行けるという、こういう矢印なんじゃないかなと。で我々は多くは自力で考えちゃってる、自分の力で何とかしてきたしこれからもしていこうとしている、そういう多くの人たちを救うために因より縁が大きいんだよっていうように考え方を改めたら浄土に行ける、つまり幸せになれるというふうな宗教なのかなと私は捉えました。私ちなみに仏教全然知りませんので、皆さんとしては広幸也さんを何冊か読んだ程度ですから全く知りません。なんとなくニュアンスはこんなことかなと思って、じゃあこれからこれに行くにはどうするんだろうと思った時に2つ方法があるんです。一つ、因を下げる、二つ、縁を上げる。まあ単純ですよね。因を下げるっていうのは自分がいかに自分の力ちっぽけたを知ること。まあ、さっきひろみさんがおっしゃってくれたような告白します的な、自分はいかに自分が上司が正しくてどなたが間違ってるか、まあ、それも私が永遠法に書いてきた私の間違いでして、まさに自分が正しく部下が間違ってる、もっと言うと自分は優秀で部下は劣ってると思ってましたから、まさに因がでかいと思ってたんですが、実は全然そんなことないってことですよね。
まさに無知の知であり、そもそも正しいと間違ってるってこと自体がおかしいわけでして、さっきあちらのチームで話しましたし、前回皆さんとも話しましたけど、桃太郎が正しくて鬼は間違ってるかって話ですよね。桃太郎が鬼を退治してみんなが平和になりましたっていうと、桃太郎がヒーローで鬼が悪者ですけど、殺された鬼の子供からすれば桃太郎が大悪人で、私の大事な大事なお父さんを殺した、しかも何の理由もなく殺した、ひどいやつが桃太郎だっていう、まあ、だからどっちから見るかで善と悪ってのはきれいに入れ替わるし、例えば今この平和の世の中で人を殺したら殺人者ですけども、戦争で人を殺したらヒーローですから、これまさに縁ですよね。だからいかに自分の力で善悪なんて決められないというか、善悪なんてそんな簡単なものじゃないんだ。前も言いましたけど、例えば社員の側から見たら会社はひどい厳しい会社かもしれないけど、もしかしたら社長の側から見たら非審社員を守ってるかもしれない。みんな自分のすごく一方的な小さなパースペクティブから見るから物事が全て小さに見えるけど、もしかしたら見方変えただけで全然逆の結論になるぐらい、実は我々が持っている善とか正しいとかっていうのは極めて不確かなものである。つまり今ちっちゃいということを自覚する。まあ俺がですからソクラテス的な無知の知だと思うんですけど、無知の知であり、それから善悪なんてないんだっていうか、善悪は不確か、これを自覚することなのかなというふうに思いました。まあこの本の中にもありましたので、じゃあ自力を進んでるならば今すぐ君1000人殺しなさいよ、でもできないだろう、ところが殺せないと言っときながら、もしかしたら時代が変われば、世の中が変われば、思われてなくても100人1000人殺すかもしれないんだっていうふうに親鸞が話していたというふうに書いてある。まさに陰じゃなくて縁の方が大きいんだという話、まあ、まさにこの今の話ですけど、縁の方が大きい。まあ、私たちが今こうしていられるのもたまたま偶然日本という国に生まれ落ちたわけで、これ自分で選んだわけでもないし、自分の力まさに縁でもなくて、縁としか言いようがないですよね。この時代に生まれたことも縁としか言いようがないし、全くもって自分の力がこれっぽっちも働いてない、これも縁ですよね。戦争の時に生まれたら全然違う人生もとっくに死んでるかもしれない、縁としか言いようがない。だからこの縁を知るってことなんですよね。それから、ああこれをもし訓練するならば、私は関係ないようですけど、つながるなと思う。ノータンのポチって昔流行りましたけど、今もマラソンのボタン押しまくって一度も走ったこともないけど、誰も押すことになりますけど、これも私は縁だと思う。私は縁の力を信じることができなかったのを改めるために、ノータイムコーチ始めたんですね。マラソンだけじゃないです、ノータイムコーチって。たまたまみんなから勧められたらやってみる、これで人生があった。例えば人から勧められた本をとりあえず読んでみる、それまでいいと思えば読むし、よく悪いと思えば読まなかった、つまりいいんでやってたんですけど、よくわかんないけどこれは縁だと思って読んでみる。人から会ってみたらって言われたら、前はね忙しかったから暇だったら会おうって言ってた、それはいいんなんで、今は忙しかろうが何だろうって言われたら会ってみる、これ縁を大事にする。考えないってことだと思うんですよね。それは考えるってことがいいんだから、優劣をつけることがいいんであり、つまり合理性を追求することがいいので、縁って非合理であることだと思うんですね。だからロジカルさとか能力とかを捨てる、もっとそんなものより大きな力があることを信じることが縁だと。まあだからそれは行動に移すならばノータイムポーチなのかなというふうに私は思っております。あと私は目標はないんですね。よく人からよく聞かれます。小倉さん、次は何をするんですか、小倉さんの目標は何ですか、小倉さんのビジョンは何ですか。ありません。全くない。私のビジョンがあるとしては流されるということに尽きる。まあそれは変なんですけど。今までも流されてきて、私はこんな今これ人間力で立ってると、目標を立てたこと一度もありません。本40冊書くという目標も立てたことありません。本を書くという目標すら立てたことがない。全部縁です。ただその縁を前は大事にせずに陰で生きてきたけど、縁を大事にするようになったら今ここに流されてきて、よかったな、ここに流されてきてと思っていて、これからももっともっと流されようと思っています。そんなこんなで陰を下げて縁を上げると自力が大事になる、まあ、こういうことが書いてある本なのかなというふうに思いました。
私が最近初めてお会いした人に、まあ、はがきを書いてるんですけど、こういう言葉を書いてまして、処方異現象、献血不詳とかな、ちょっと読み方がね、なかなか出てこなくてよくわからないんですけど、字だけ処方異現象、献血不詳、まあ、処方ってありとあらゆることはまさに因縁、因と縁、つまり因は自力、縁は他力ですね。あらゆることは因縁でできている、因縁から生まれる、つまり自力と他力の両方から生まれる。だけど他力、縁がないと何も生まれないという、まあ、この図というところの他力、因よりも縁がでかいんじゃないのっていうようなニュアンスに私は受け取って、この言葉を、まあ、はがきに書いている。つまり、その人と出会ったのも縁だから。いい言葉だなと思って書かせていただいてますけれども、まあ分かったようなこと言ってますが、分かってないのかもしれないですけど、処方陰炎症、炎血不詳、人気より他力、陰よりは炎、まあ、こんなことが書いてある本だった、これが他力ってことなのかなというふうに私は思いました。なんとなくこれまで流れてきた方向が三義処方に書いてあったような方向のような気もするし、私自身自力から他力に流れてきた50年だったような気もするし、この親鸞聖人の生き方が、肉は食うわ、結婚はするわ、息子を感動するわ、なんとか世の中の正しいと言われることは関係なく、自分の中のその大事にしていること、もしくは縁を大事にしていく生き方、その奔放さというか、だけれども信じていく力というか、もうなんか大変失礼ですが、私は親鸞聖人の生まれ変わりかとすごく殴られそうですけどそんな形でこう感動して読み終えたものでございました。私からは以上です。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。